どうも、運極戦隊できたハム太郎でございます。というわけでね、今日は私が、ここの1週間で気づいた、ぜひ皆さんに知ってもらいたい情報をお伝えしていこうと思います。まあ、それが何かっていうと、みんなさ、運極ってバカみたいに作るでしょ、このゲーム。まあ、作ってない人は、作ってなかったらこの動画を見る価値は全くない。で、私がね、今運極が、はい、これ1007なんですよね。で、1007いるんだけど、じゃあ今このボックス内に私の運極が1007体いるかっつったら、いないのよ。どういうことかっていうと、こうしているにするんだけど、こうガーッと運極作ってるんだけど、前にね、私の動画を見た人はご存知だと思うんですが、この辺にねじれちゃんの運極が180体いたんだよね。なのに1007体っていうことは、運極に1回でもしたモンスターは売却しても、あくまでこれは運極達成数だから、ここの運極ボーナスには全く変化がないのよ。だから運極いっぱい作るときボックスが圧迫されちゃってマジきついよって人は売却していいんだよ。ただ1個だけ注意点があるから、それを実演とともに伝えていくね。今運極が1007でしょ、見たね、1007で、そこに対しての、はい、じゃあ、まあ、オラコイン、今ちょうど運極作りやすいよね。で、まあ、ニューイヤーキットでいいや。これ簡単だよね。これがさ、運極戦隊の時に来てればさ、ねじれちゃんみたいにガーッと作ってさ、糸もたやすく、糸おかしな感じでさ、運極作れたのにさ、ほんと終わってから来たんだよね、運極戦隊が。はい、で、まあ、そんなことはいいとして、はい、ニューイヤーキット、私今1000体か、100体確保しました。まあ、正確に99体だけどね。はい。じゃあ、さっき私は運極が達成数が107でした。107。あ、ちょっと待って。ニューイヤーキットだと分かりづらいわ。ごめん。やるんだけど、ちょっと待って。運極は107で、紋章力を見てほしいの。これはね、注意してほしい。紋章力は運極に達成したキャラの、運極じゃないか。ラック20以上か。降臨キャラは。で、ガチャ券は5以上。で、あ、5じゃない。ごめん。ガチャ券は何でもいいんだ。ラック関係なく全部反映するんだけど、持ってるキャラクターの総数で決まるのね。この状態で、ニューイヤーキットいるでしょ？今821、松が。821の状態で、じゃあこれを売却すると、もちろんだけど、紋章力は落ちる。そこは注意して。だから、同じキャラいっぱい運極作った、まあ、私みたいなね、タイプの人間だったら、売却していいんだけど、一体ずつ確実に作ってる人は、売却すると、運極達成数には変化はないけど、ね、今売却したでしょ？でも1007のまま。だけど、紋章力が落ちちゃうからそこは気をつけて。で、今、1007の状態で、もう一回同じキャラ運極を作るよって、するじゃん。まあ、これはね、俺も知ってたけど、同じキャラは、何度運極にしても運極達成数には反映する。例えば、爆絶、豪絶とかの運極必要な数、まあ、10体とか5体とかあるじゃん。それに関してはこれで OK だから。はい、1008に増えたね。そういうこと。だから、紋章力は、紋章力の分は残しとかなきゃダメなんだけど、例えばこのバカみたいにいっぱいいるダークドラゴン、これはね、売れなかった俺、記念だから。俺頑張ったよ、記念だからさ。ダークドラゴン売らなかったけど、ねじれちゃんはボックスの中盤にいたんで邪魔だったんで売っちゃったんだけど、こいつらはいくら売却しても、運極達成数には影響がないから、もし私みたいに運極1000を目指している人とか、いると思うのよ。絶対いると思う、このゲームやってる人だったら。だったら、ボックス拡張じゃなくて、まあ、10体なら10体でいい。運極でき次第、売却しちゃえ。全然それでいいから。こんなボックス圧迫するだけだから。今も同じキャラ何体か運極残っちゃってるけど、全然ね、ボックスの、だってほら見て、ボックス2050で1761しかいないからね。ボックスカツカツだったのに。だから、私が言いたいのはそういうことよ。これね、私の今年のアルセーヌ自慢。多分相当すると思う。超嬉しいから。ほんとね、それは皆さんにお伝えしようかと思ったんで、今回は動画にさせていただきました。まあ、知ってたよって人は、うん。何の感情もわかんないと思う。でも、知らんかったよ、助かったよって人いたら、ぜひグッドボタンなんて押してくれたら、私はすごく嬉しいです。以上、ハム太郎でございました。まあ、このアルセーヌ自慢でね、そういうの
いや、お前そういうことしてから結局バット押すわって人いると思うけど、なもん関係ねえよ。はい、それじゃ、バイバイ。